はい、YouTube、Facebook ご覧の皆様、ガチャです。昨日お休みさせていただいたので、はい、今日は、きっちりエクササイズをしてます。で、ご覧の通り、もうすでに汗だくなんですけども、今日も、今日ね、ちょっとジャンプはちょっともう厳しいかな。はい、中盤ちょっとね、ジャンプじゃなくて、ランニングも入れてやっていきたいと思います。まあ、そんなわけで、今日が、日にちがだんだんわかんなくなってきたんだけど、多分今日が23日目。はい。この動画のシリーズ初めて23日目です。で、この XM3 とスーパーミックスの、ダイエット、サプリを飲み始めて、だいたい、33日目。まあ、一ヶ月ちょいですね。まあ、そんなわけで、そう、ご縁があって、エクササイズのブートキャンプをやってます。そう、ここまでバタバタなんだけど、はい。まあさ、早速やっていきましょう。そう、見えるかな？そう、もうすでに、そう、まあず、あ、見えないね。そう、どう？あ、ここじゃ見えないか。はい、これくらいだったら見えるかな？はい。そう、まあずーっと私の動画見てる方は、はい、ガチャの手抜いてるなってのバレると思うんです。はい。もうね、こうジャンプするとね、膝が痛くてさ、そう、膝が痛いっていうか、なんかね、この後のエクササイズも考えると、そう、ちょっと大きく体を揺るすのが、そう、まあもう、精一杯。まあそんなわけで、ちょっと長めにやろうと思ってます。はい。で、XM3 は、モヒカンじゃなくて、モノガンじゃなくて、なんだっけ、モノポリスじゃなくて、そう、モリンガっていう葉っぱを使った、サプリで、なんかね、パーフェクトフードって世界的には有名なんだけど、あんま日本ではね、あんまり有名じゃないみたい。もしかしたら、ちょっと天然カフェインが強いからっていう理由かもしれないね。まあ、そんなわけで、今日も、そうだ、カメラはこっち映ってないね。ああ、ごめんなさいね。はいはいはい、いろんな事情がありまして。よし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 。よし。はい。とはごめんなさい。時計。はい、もう一回仕切り直し。こっから、3分、いきまーす。はい。そう、まあ、動画は撮りっぱなしですけども。はい。モリンガっていうね、こんなね、見たけど、シノツメグサの葉っぱみたいなね、そんな、草なんだけど、それを使ったダイエットサプリです。で、今日なんですけど、そう、久しぶりにお会いした、ヨガの先生、ヨガの先生にお会いしたところ、あれ、ガッチャン、肌も良くなって、お腹もスッキリしてなってね、まあ、私、デブなんで、そう、ぶっちゃけ、1キロ、2キロじゃなくて、まあ実際ね、1ヶ月10キロぐらい折ってるんですけども、10キロ折ったぐらいじゃね、どれくらい、もう顔なんかほとんど変わんないからね。ただ、今日、別にお会いした方も、なんか目が大きくなったんじゃない？なんて言われて、もうめっちゃ嬉しくてね、そう、さらに頑張ろうと思ってます。でですね、まあ、私のブログ見た方は、ダイエットなんかクソくらいって書いてるのを見てる方もいっぱいいると思うんですけど、私ね、ダイエットって大嫌い。マジ。もうね、この運動、エクササイズだと思ってればそんなことないし、モルモットだと思ってやってるから、そんなにきつかったりとか辛かったりないけど、これがダイエットだと思ったら私はね、多分すっげえ辛い。特に、人に言われて、やるってのが、まあ、できないんだよ。そう。もうちょっとでかく。はい。そう。人に言われてダイエットしてって、まあ、無理。だってさ、わかるじゃん、みんな。そう。私なんかもう超デブだから、一週間に一回ぐらいはね、誰かに、ダイエットした方がいいよ、ダイエットした方がいいよ、健康寿命はどうのこうのとかね、まあみんな言ってくれるんだけど、人に言われたらね、わかってるよ、そんなの。わかってるから、頭ごなしに言われたらね、もう命令されてるみたいなの。そう。
そう、お前ダイエットしなきゃ死ぬぞぐらいな感じで言われてるような感じで、ものすごい腹立つんだよね。そう、そんなわけでダイエット大嫌いなんですけども、そう、今回はね、ダイエットというよりも、モルモットですかね、この XM3 とスーパーミックスの、がどういう風な効果で、で、同時に、ダイエットエクササイズがどういう風に、体がちっちゃくなっていくかってことを皆さんにお見せするためにやってるので、どっちかと言ったら、まあ私にとってはね、ダイエットは、RPG、ドラクエのね、レベル上げみたいな感じ。ちょっとずつ、まあやってると、ちょっとずつレベルアップしていくみたいな。そんな感じでやってます。なんでね、まあ動画とかの都合でダイエットって書いてるけど、まあダイエットというよりもうドラクエみたいな、RPG とかね、レベル上げみたいな感じでやってます。はい、あと1分ですね。まあそんなわけなので、特に苦痛はありません。でね、過去に、30キロ、20キロ、30キロレベルのダイエットを、過去にね、私2回、3回経験してるんですよね。そう、これが3回目かな。まあなので、落とせる自分は知ってるんですけども、まあ落とした後にまたこの体型戻ってるわけですからね。と、まあ戻らないように、はい。今回が人生最後のダイエットをするぞということで、取り組んでます。はい。そんなわけですね。はい、なかなか終わんねえな。そう。そう。まあ、体揺らしてるだけでもね、結構今日きついですね。はい。そう。まあ、毎週毎週、ブートキャンプの、メニューを作ってもらってるんですが、まあ、日々ね、ちょっとずつ、やれる範囲がでかくなると同時に、負荷も高くなってきてるので、そう、このピョンピョンエクササイズも、なかなか厳しくなってきたというのは正直なところだけど、そう。まあ、考えようによってはさ、そうだ、これこの時間にやってるから問題なんだよね。午前中に撮ってしまって、で、夕方、通常のエクササイズ。あ、そうしよう。明日から、そう、ぴょんぴょんエクササイズは午前中にやろう。そう、午前中っていうか、お昼ぐらいにやろう。で、夜は、ジャンピングエクササイズ、普通のエクササイズ。そう、それだったら、まあ、一回でやった方がね、有酸素運動効果はあるんだろうけど、まあ、これじゃあね、動画を見てる方に申し訳ないですからね。まあ、そんなわけで、あと30秒ぐらいですね。はい、明日から、まあ、ここで約束してね、してないじゃんって言われることもあるので、まあ、できたら明日から、お昼ぐらい1回。で、夜に、エクソサイズ。をやろうと思ってます。まあ、エクササイズの動画は、契約上の問題で皆さんにお見せすることできないんですが、はい。まあ、いずれご紹介することができると思いますので、皆さん楽しみに待っててください。まあ、そんなわけで、ちょうど3分経ちました。はぁ、はこのままね、このダンピングエクササイズ、IGTV を元ので、YouTube は多分、アップされるのは明日です。で、IGTV は今日これ終わった後に、アップするので、急いでこの動画をもう一回見直したいって方は、IGTV の方に、ご登録ください。私のインスタ、画量の、カラー写真の方に登録していただけると、インスタグラムの IGTV がご覧になることができます。そんなわけで、そう、まだまだやります。ガッチャンでした。はい。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでですね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。